your line, what you fall through with the light sticks. Maybe help me spark the ideas. We got nowhere else to go, it's only up from there. ゴーさん、はい、じゃあ自己紹介お願いします。はい、毎週水曜夜9時フリムーンラジオでおバカやってます、ナルトラです。はい、苦笑い、はい、苦笑い、自己紹介お願いします。はい、皆さんこんばんは。毎週土曜日16時半からジノーラボって音楽番組やってます、ソーダマレです。ソーダマレさんよろしくお願いします。はい、主にハードロックとかメタルとか中心、あとまあジャズとかもかけてますし、自分の好きな音楽かけてます。特にデスメタルとかスラッシュメタルとか過激なメタルが大好きなパワー、ぜひお聴きください。毎週土曜日16時半からです、よろしく。ありがとうございます。あ、じゃあこの人たちからアキラさんが来てます。ツイキャス、おお、ツイキャスの皆さんはじめまして。本当にこのいい回を作ってくれたFM ギルアナさんが最高です。マジすごいですね、マジすごい。日本でいないんじゃない？ ねえ、すごい。ということで、ちょっといろんな人にインタビューしていこうかなと思って。すいません、お二人インタビューいいですか？今ツイキャスやっててインタビューお願いします。インタビューお願いしてもいいですか？何でしょうか？じゃあ自己紹介お願いします。リオチです。あ、リオチの見タイトルラジオのリオチ、リオチさんでした。ホッコさん、インタビューいいですか？はい、じゃあこれです。こんばんは、トッコです。毎週月曜日のなんだっけ、13時からトッコさんのなんだっけな、トッコさん、何だったっけ、五感育て、うん、そうそうそう、五感で楽しむハッピーホテックです。ぜひみんな聞いてください。バイバイ。はい、顔が真っ赤ということで。赤いの中飲んでない、飲んでない、飲んでない今日、うん、日焼け肌。スネピーさん、インタビューいいですか？はい、はい、大丈夫、大丈夫、前髪大丈夫かな。はい、はい、じゃあ自己紹介お願いします。はい、日曜日夜9時に、番組やってます、スネピーです。明日で放送開始11周年でーす。ーい、はーい、ウェーイ、ウェーイ。じゃあ自己紹介自己紹介、あ、これ流れてるんですか？あ、失礼しました。割り込み、はい、FM ギノワンの、はい、3回ですね。やってます、ギノワン新旧生体よくの玉木です。よろしくお願いします。いつもありがとうございます。おめでとうございます。はい、本当にありがとうございます。獣医者タコボさん、ありがとうございます。ツイキャスです。自己紹介お願いします。はい、どうぞ。コメントいっぱい来てます。あ、タコボさんもありがとうございます。ゴーさんもありがとうございます。ジュンジュンさんもありがとうございます。ありがとうございます。どうも。8時でこの明るさですよ。すごいよ。もう向こうすごいですよ。あ、そうだ、夕日がめっちゃ綺麗です。めっちゃ綺麗だね、最高。綺麗綺麗。あっちあっち、はい、キャンサル。
いてゆゆさんで、ハローハロー、はい、毎週水曜日、毎週水曜日の3時半から30分番組ゆゆアワーの、番組を持ってます、ゆゆです。イエーイ、ありがとうございます。そうそう、生放送です。じゃあ自己紹介お願いします。どうも、ヤシです。ヤッシーの、ヤッシーの共同売店っていう番組やってます。毎週土曜日、土曜日、もう土曜日、土曜日深夜12時からやってます。12時これ何時、エコさん自己紹介。はい、エコサラです。はい、あの毎週水曜日夜9時からプリモンラジオのミキサー兼パーソナリティやってます、エコザヤルです。カリー、エコさん飲んでますかってコメントが、はい、飲んでますかって。3杯目、はい、いい感じに出来上がっております。自己紹介をお願いします。はい、虹色キッズスクールミュージックスクールの代表の大城みゆきと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。火曜日の、14時から15時までマナさん担当でお届けしてます。虹色キッズエデューです。ぜひ皆さん聞いてください。みゆき聞いてきて、みゆき誰やっほー、誰かわかんないけど、ね、すごい素敵ですね、めっちゃ遅れて。ひよさん、ちょっとインタビュー。あー、どうもどうも、はい、どうも、あのホフマーリーです。粉が出ます。サイババじゃねー。ということで自己紹介、番組紹介をぜひ。そうですね、木曜日の夕方6時から30分間木曜のダングル旅トークやってます。あの旅の話を中心にやってますので、ぜひ、聞いてください。コメントもお待ちしてます、ね、あの国内以外やってますのでよろしくお願いします。前は浅草で中継でしたよね、はい、浅草はやって、あの赤羽 の、はいはい、あの商店街で飲んでました。本当に、はい、最高。もうおでん最高ですよね。おでん、あの日本酒のおでん、おでんは最高でした。やばいっすよね、最高、あれ最高。聞いてください。はい、キヨさんでした。ご紹介お願いします。はい、よろしくお願いします。待って、ムネトシキリさん、はい、かっこいい名前。どんな10月から、うん、火曜日の10時から11時。あ、火曜日の10時から11時、はい、各週で。あ、そうそう、夢のため。はい、すごいです、楽しみですね。誰でやるんですか。はい、自己紹介お願いします。沖縄物語マスターの菊池です。マスターさん、よろしくお願いします。沖縄物語は、はい、北中城地下欄の三々丸沿いの亀そば上がったところにある、あ、亀そば上がったところ、外人住宅の一軒家のカフェなんです。はいはい、あ、一軒家のカフェでやられてるんですか。オーナーで。あ、じゃあすごい、来てください。どんな話する予定ですか。お店の話とか、はい、私がウェディングプランナーなので。あ、ウェディングプランナー、はい、沖縄でのリゾートウェディングの話とか、はいはい、あの焙煎したてのコーヒーの話とか。あ、コーヒー、はい、あとこの沖縄物語の中にインターネットラジオ局の海の種放送局、うん、沖縄スタジオっていうのが入っているので、はいはい、そこのお話とかさせてもらいたいなと思ってます。すごい楽しい1時間になりそうです、はい、よろしくお願いします。あと恋愛相談を受け付けてます。恋愛相談もありか。はい、ということです、皆さん恋愛相談お待ちしております。ありがとう、ありがとうございます。今日 お友達ですか。で、夢の種放送局のパーソナリティ、ぜひあの番宣してください。あ、いいですか。もちろんもちろん。夢の種放送局はさっきムッキでキリさんから紹介ありましたように、沖縄物語の中の一角にスタジオがありまして、はいはい、今そこのラジオパーソナリティをしています。へで、毎週日曜日のお昼13時から13時半の放送でブルーチャンネルってチャンネルがいっぱいあるんですけど、はいはい、ブルーチャンネルの、日曜日の13時から13時半、スタートオアジャーニーという番組をしてますので、ぜひ聞いていただけたら嬉しいです。ぜひ皆さん聞いてください。ありがとうございます。アピールしてもよろしいですか。ちょっと今ライブ中継をしてるんですが、自己紹介をぜひお願いします。あ、こちらか。はい、セナさん、何やられてる方ですか。不動産業をやってます。おー、うちなんちです。うちなんちですか。よろしくお願いいたします。じゃ続いてはうちなんちの松戸です。松戸さん、よろしくお願いします。
三振置いてるけど全然関係ないね。あ、関係ないんだ。ね、関係ない。めっちゃ弾けそうですけどね。よろしくお願いします。じゃあ最後に、あ、間違えた、こっちだ。すいません、あの関西から来たんですね。あ、関西、あ、光と申します。光さん、よろしくお願いします。今大学4年で、女優を目指してる。もう大学4年生女優を目指してる。やばいですね。だいぶ酔っ払ってるみたいで日々頑張ってますんで、よろしくお願いします。本当は本当は本当は男優目指してます。本当じゃなかった。今からじゃあみかんちゃんお願いします。毎週木曜日マイオアシス出てます、玉木みかんです。今日も可愛い、よろしくお願いします。昨日の花火に3,000円かかってます。待って、どこだ。あー、待って、めっちゃちっちゃい。今からじゃんけんゲームに全部できたけど、見えるかな。すごい、もう今真っ暗になってますね。DJ は DJ 花火がちっちゃい。ぜひ花火をお楽しみください。ね、小さいですねこれ。あ、映るかな。あ、そうなんですか。そうそうそう。見えた。宜野湾の花火の方が綺麗。すごい、サンセットと花火ってすごい素敵だけど、夕日がね、すごいですね。もっと暗くならないとね、確かに。上がってるね。ね、今すごいかかってるね、花火と。そう、それはやってる本が知らない本物。決して偽物に負けない本物。なんか語ってる人がいる。ね、確かに綺麗ですよね。綺麗、まあ、確かに綺麗だな、これはこれで。ありがとうございます。さあ、後ほどまゆゆタイムじゃんけん大会があります。今日の景品はなんと、俺が発表したためね、内緒です、内緒ですが、すごい景品が整っております。じゃんけんタイム、ぜひ皆さんここで盛り上げてですね、FM 宜野湾のグッドバイブスを感じさせてください。皆さん、ご用意はいいですか。はい、はい、最高です。ありがとうございます。ありがとうございます。マンゴーがもらえるんだって。で、ゲームの前にちょっとご挨拶として、私何者かということでちょっとご挨拶させていただきます。おー、誰でしょう。いや、そのクイズじゃないです。FM コタの代表をさせていただいてます。天に願うと書いて天願と言います。皆さん、どうもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。なんか選挙っぽいです ね、皆さん改めまして、コタにちはって言いますね。はい、これを今日覚えて帰っていただければ僕は満足でございます。僕が FM コタに入ったきっかけ、それはもう間違いなく山内一郎選手のおかげでございます。はい、一郎、一郎コールが、一郎、一郎、一郎持ってる。花火見てますね。すごい綺麗サンセットが、ということですね。一郎さんと掲げた夢があって、このコミュニティラジオ、このコミュニティラジオの可能性を、ぜひ二人で見たビジョンを、ちょっと叶えていきたいと思ってですね、はい、はい、その皆さん、その可能性についてきてくれるかな。はい、はい、いいと思うよ。とりあえず今呼んでしまったんですが、挨拶は僕の後ほどでございます。それもないです。先に、それで、ここでとりあえず飲んでください。飲んでください。コントが始まってます。いつも一郎さんとはね、昨日も会議、毎週組に会議させていただいて、これからのラジオの力っていうのをいつもお話しさせてもらって、で、それぞれが
それぞれの思いをですね、みんなに発信できたらなと思ってまして、取り掲げてるのが沖縄から世界へっていうもう古い考えではなく世界、はい、宮崎から来ました越と言います。水曜日の夜更かしはるかのエンゼーライフの弱小さんです。はるぱんさんのスポンサーさんです。じゃあ推しははるぱんさんですね。よろしくお願いします。マイオシスのマリさんもよろしくお願いします。マリさんもしてるということでお願いします。じゃあメーカーさんもいいですか。はい、あ 顔映さない方がいいか。はい、いえいえ、あ同じく、はい、あのよふかしはるかの一口スポンサーやってますメーカーです。スポンサーありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでこれからもハルパンとマリさんをしていきましょう。はい、はい、リュードル皆さんぜひチェックですね。私たち親子が仲良しというところでスタンドアップしていただいてじゃんけん大会に参加してください。今日はなんと1万2000円相当のマンゴーの半分ぐらい持ってきました。おいしい完熟マンゴーのプレゼントになりますので参加したい方はぜひ立っていただいてじゃんけんゲームに参加お願いいたします。スタッフもありですかね。ちょっとやっちゃいましょうね。私もよろしいでしょうか。キララにじゃんけんで勝った方だけ、アイコの方と負けた方はそのままお座りください。お兄ちゃんなんかもやって、マンゴー当たるよ。お父さんお母さん喜ぶと思うよ。さあ行きましょう。じゃあいいですか。はい、じゃんけんでアイコダメ言いました。アイコダメ、アイコはダメ、負けはダメ、勝っただけですね。ちょっと終わらせないとちょっと時間押してますので、はい、では行きます。最初はグーじゃんけんポン。やったー。チョキの方だけ立ってて、おおすごい。チョキの方だけ立ってください。あとはお座りください。はい、ゆいさんも勝ってますね。2回戦いきます。さあ、はい、最初はグーじゃんけんポン。はい、チョキの方だけです。 お姉ちゃんキヨさん勝ってますね。すごい、誰が勝った。さあ、いきますよ。最初はグーじゃんけんポン。ファンの方だけでございます。最初はグーじゃんけんポン。おー、2人勝ってる。残念だ。あ、じゃあ2人じゃんけんですね。せーの、最初はグーじゃんけんポン。アイコーでしょ。おー、おめでとうございます。おめでとうございます。自動停止機です。マキさん、すいません、私はですね今日サンバダンサーで来ましたので、また後ほど踊らせていただきますのでよろしくお願いします。おめでとうございます。いいな、マンゴー。これからサンバが始まります。あ、すごい、
曜日夜10時から放送中の番組キュー名古屋のパーソナリティしています名古屋のダンサーズです。ちょっと好きです。もう一人ですね、いるんですけども、はい、まあ、この男ですけども、はい、本日は飛行機に乗れません。あららら、ら飛行機乗れなかったんだ。はい、タラップに乗ろうとしたところ全て受けて乗れませんでした。あららら、ら危険物ということで、はい、乗れなかったそうです。滑り王子マスクマンというこの3人でさせていただいている番組になります。今日はですね、名古屋から配信リモート放送しております。はい、リモートで生放送しております。2週間に1回電話ゲストさんにご出演いただいて、楽しく会話お話をさせていただいている番組になるのです。名古屋そして宜野湾沖縄とつな、いで、駆け橋になるような番組をしております。はい、愛知県三県で活躍する沖縄に関する方々のご紹介ですとか、はい、もしかも沖縄で実際活躍されている方もご出演いただいておりますので、ぜひご聞きいただければと思います。はい、すごい、より、ね、この東海三県の魅力をお伝えできればと思って毎週、はい、火曜日ですね、放送させていただいております。はい、ぜひお聞きください。ぜひお聞きくださいませ。はい、お聞きください、はい、ありがとうございます。最高ありがとうございます。じゅんさんいるじゃん、じゅんさん、あ、前さっき自己紹介したっけ、カメラの前で自己紹介しましたっけ。いや、してない。あ、じゃあぜひ今ツイキャス生放送やってて。あ、そうなんですか。そう、じゃあちょっと、はい、はい、じゅんさんです。はい、こんばんは。こんばんは。じゃあ、まだウーロン茶飲んだ。あ、ウーロン茶なんだ。車置けなかったんで。あ、そっかそっかそっか。はい、よろしくお願いします。イエーイ。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。皆さん、また早い、また早い、また早い。人ですよね。はい、一番おバカなことをやっています、ナルトラと言います。よろしくお願いします。はい、じゃあ、今日はドラムできるんだ、押してるということで、初歌を歌いますが、寝ないでくださいね。はい、しかもですね、先ほど、ドラムをやることが急遽決まりまして、はい、いきなり、そうなんだ、うち無茶振り大好きなので、こちらの番組、はい、本番でも無茶振りします。そうそうそう。はい、じゃあ寝ないでください、本当に。島の人よという、はい、池田昇さんの歌なんです。おお、行かさせてもらいます。みんな立って、はい、せーの、ありがとう。